このリングの主役は俺、ネバー無差別級王者内藤哲也。右膝前十字靭帯断裂という怪我から8ヶ月の時を経て復帰。光り輝くジーニアスが新日本に帰ってきました。そして2013年の G1 優勝を果たした内藤。内藤が勝った。 IWGP 岡田、いやその前にまずは田中だ。自らが提唱したネバー無差別級のベルトを 9.29 神戸にて初代王者田中から奪取。そこへ現れたのが、また嫌な男が来ましたね。イエーイ、ミスター R して高橋裕次郎。俺がとことん内藤ちゃんの足を引っ張ります。まずは今夜神戸の綺麗なお姉ちゃんだ。美女をはべらせ花道を入場。試合前にはマイクで卑猥な発言も。ベッドの上で行っちゃうぞバカ野郎。かつてはノーリミットというユニットで内藤とタッグを組んでいた高橋裕次郎。何もしなくてもダメだ。内藤を欠場に追い込んだ因縁の相手でもある。裕次郎、俺はお前よりもだいぶ先行ってるぞと。受けてやるよ。受け止めた上できっちり叩き潰してやるよ。裕次郎がここまで内藤にこだわる理由とは。まあかっこ悪いけどさ、俺のジェラシーだよ。嫉妬。俺より後輩だし。だってずるいじゃんね、あいつばっかさ、何個会社に持ち上げられてさ。別に俺内藤ちゃんのこと嫌いじゃないから。嫌いじゃないけど、あんだけ上に行ってる。あ、来たよ。モスコミュール。イエーイ。一番俺のことが気になるんでしょ。まず俺が一番気になるのはここにあるタイオツ。ベルト取ったらさ、まずあれ入場の時のお姉ちゃんの数増えるから。2人から4人に、うん、でお姉ちゃんにさベルトも出して。お兄ちゃんにベルトも出せ。持ちたい。持ちたいでしょ、ベルト持ちたい。いいっすか、はい、内藤ちゃん、なんて言ったらいい。内藤ちゃん、内藤ちゃん、内藤ちゃん、なんちゃって。まあ、今日はこうやって女の子2人と盛り上がってるんで、俺の股間も今夜盛り上がります。これマジ。1.4 のメインとネバーのベルトをかけたタイトルマッチ。IWGP 挑戦権利賞ネバー無差別級選手権、挑戦者高橋裕次郎 VS 王者内藤哲也。選手の入場です。まばゆいばかりのリング上で熱き男たちが見せる格闘ロマン。戦いのワンダーランド新日本プロレスが進化を遂げて金プロに帰ってきた。これぞ新日本プロレス決定版。ネット対戦型トレーディングカードゲームキングオブプロレスリングストロングスタイルエディション、10月18日発売。ブシロード。